でもどうなの、その喋るっていうのは俳優にとって必要なの？必要か。アメリカの俳優とか見るとそういう必要だよね。やっぱりみんな頭いいですからね、うん、でもそこはクリアしてるじゃない。いやどうなんでしょう。ちょっと最近やっぱりそういうことでこう頭回転させてないから、あ、言葉出すのが下手くそになってきてるなっていうのは感じますね。早速飾らない話題でスタートを切った2人の対談。2人だけではあまりないんじゃないですかね。まあでもなんか時間を感じますな。そうですね、うん、もう20年くらいの付き合いだから感慨深いです、うんうん、そう語るように現場でも親しい仲を見せていた2人。しかし今回の共演はなんと14年ぶりのことだった。香川照之さんが出演してくださるっていうのを聞いた時にはなんかホッとしましたね。あ、香川さんいてくれるなら大丈夫かもしれないなんていうふうに思ったっていう感じですね。僕は14年ぶりっていうのはまずびっくりした、うん、この14年間だって共演、ね、することだけが交わることじゃないから、うん、そういう意味ではずっとブランクが空いてるイメージはなかったんだけど、そうですね、うん、久しぶりに小栗旬としての俳優の成長、そういう瞬間に立ち会えるっていうのはすごく楽しみではあったかな、うんうん。14年前って多分キサラギ、キサラギとかジャンゴとかなんかそこら辺とかの時とはやっぱりまた役も違えば立場も違うし楽しかったです。あの純粋にまた一緒に共演できて芝居ができるっていうのは、うん、まあ、この日本沈没っていうねドラマのテーマ自体がやっぱり非常にハードであり、うん、その砕けられるものではないから、それでもねこの田所っていう役がそのスペースをわずかに、うん、残してる役だったところからやっぱり天海と田所っていうのはすごい、ああ芝居したなっていうのは何箇所かあったよね。ありますね。君だって真実を見極めたいんだろう。共に真実に迫っていく天海と田所、出会いからは想像できなかったような友情すら感じる二人の奇妙な関係も作品の魅力となっている。天海と田所の関係にはどこかで自分と香川照之さんという方の関係を少しあの使わせてもらったようなところは自分の中ではあったと思います。なぜ天海が田所になんだかんだ惹かれているのか、もう本当に無理難題とか面倒くさいことばっかり言ってくるこの人のことをなぜ嫌いになれないのかっていう時には自分の中での香川さんに対する尊敬とかそういうものもちょっと引っ張り出しながら田所博士と向き合うっていうところになっていくと、田所博士にだけは少しこう普段と喋り方が変わってくるみたいなのはあって、これは自分たちがもともとある関係性みたいなものも使わせてもらった部分はあるなというふうに思ってますね。コテコテの官僚じゃないと思うんですよ。やっぱりお父さんが漁師でそのルーツをやっぱり打ち消したいために今官僚になってるんだけど、あの時のお父さんの言葉その真実を知りたい、でもやっぱその彼の血は流れてるわけですよ。お前は役人になって俺らみたいな弱いもん助けてくれるやろ。父さんのルーツを田所に投影させて、やっぱりこれがどっかで自分の本当はやりたいことであり言いたいことであり、ここが血なんだなっていうのをなんとなく感じてた、うん、だとするならば言葉遣いが田所とだけは変わるっていうのはすごくあると思うんだよね。官僚の鎧を脱げるっていうか、近しい距離で久々の共演を楽しんでいた2人。しかし香川は同じ俳優として小栗の苦しみもまた感じていた。だ一方で天海って役はやっぱり本当ハードだったし、こうやって大変だ、見てて一番大変抑えたりリアクションしたりとか、アクションじゃなくて、うん、そういうものを求められてたと思うの天海って。この役っていうのはそのもう一度心を耐えるってことをやってくださいっていうのを映画の神様が小栗旬に与えたんだなというのをまた見てるだけでも大変だなっていうのはありましたね。うん、そうですね。でも耐える役でしたね。耐えたね。本当に耐える役、うん、耐え忍ぶとはこのことだなっていう。どういう作品みたいな。いやでも本当に非常に難しいので、本当に今現在も日々相談しながら一歩一歩進んでいくっていう感じですね。なかなかやっぱりデリケートな内容を扱っている作品なので。日本という国で災害をテーマにした作品を作ること、そして危機の中でどんなリーダーを目指し演じればいいのか。難しいですね。もちろんエンターテインメントですし、どんなものが希望か、
なかなか絶望しかないんですよね、本当に今僕らの迎えてるこの世界は。その役の重みに大栗はかつてないほどに葛藤していた。そういう感じで言うと、もしかしたら最後までつかみきれなかったかもしれないですね。だけどそれでも全てある程度終わりきった時に、最後香川さんと2人での撮影で、なんかあそこでなんか救われたなっていうような気にはなったかな。そうだね、あれは最後の晩餐だったね本当に。そういう意味では小栗旬という人間がこの撮影を耐えたという事実が僕は一番大きいと思う。物理的にも精神的にも、掴むとかそういうことじゃなくて本当に耐えて、この行をちゃんと耐え切って、そして今またここにスタンドして日本沈没10話をお届けしますってところに戻ってきてる、この現実が全てなんだな多分。そしてその10話の今小栗さんおっしゃった最後のシーン、ラストシーンっていうのは本当に最後の晩餐よく耐えましたとパンを一つだけ与えましょうと天から言われたのか、日本沈没の10話の最後にふさわしい不思議なシーンなんだよ。いやなんか本当にここまでたどり着いたな。そうだよねって思いました。続いては2人の出会い、そして俳優としての深いテーマまで。初めてお会いしたのはその自分が22歳かなの救命病棟24時っていう作品だったんですけど、あの監督の思ってることと香川さんの思ってることがこうぶつかったわけじゃないんだけど、こうガチャッとはまらなかったシーンの撮影をしている時に、たまたま僕が現場見学に行っていて、それを見させてもらった時に非常にこう勉強になったっていうか、自分の中でそれこそ静かなるドンを見て、でその後の香川照之さんという方のお芝居をやっていく姿と、すごい俳優さんだなと思っていた人が、あこういう時にこういうことで苦労することもあるんだななんていうのを間近で見させてもらったりするのがめちゃくちゃ勉強になって、でなんかそこから勝手に俺は慕わせてもらってるっていう感じなんですけど、単純にその時俺が38とかですよ、で22とかですよ、まだねその時に、ね、俺ねスイッチの仕方によっては涙が出ないっていうのがいっぱいあったわけで、昔から俺も頭凝り固まってるから泣けないですよ。その時ちょっと泣けることもあり泣けないこともありっていう過渡期だったんだよね。もう泣けなくて現場もあっちでシーンとなっちゃってる。でその時たまたまロケバスんでちょっと頭冷やそうと思った時に俊君が入ってきて、その話みたいになって、僕はその俊君とのこの話からなんか泣いてみるこの糸口を探してたんだよね。ある意味その僕の俳優としてのチブを偶然見る立ち会うことになっちゃって巻き込まれちゃってさ、でもそのことがすごいこうお互いのその後の友情でカードを見せ合ったり手の内を晒したりっていうことになったりすることになった発端の日があるんだよね。いやでもその話ちょっとすごいっすね、うん、僕38じゃないですか今、うんうん、時々泣けないんですよ。でね若い頃の方が純粋泣けてたって言ったりして、もう22の時は、うん、その泣きのシーンで涙が出ないとか、うん、なんでって思ってたんですけど、うん、今38になるとなんか余計ななんかが働いて、一応台本にはタイミングも実際書いてあるじゃないですか、うん、ここから泣くみたいな、うんうん、そんな簡単じゃねえんだよな、その前から泣いちゃいけないのかなって思ったりもするし、うんうん、この後だとこの本としては成立しないのかなとか思い始めると、うん、余計なバイアスをどんどん自分でかけていって、うん、俺今ふと思いついたんだけどさ、こういうトーク番組でさ「涙と私」とかいうタイトルでさ俳優一人ずつ呼んでさ、今まで泣くとはどういうことかっていうのをお互いずっと話してた、これ長寿番組いけるねそんな涙の話はさらに深いところへ。ついこの間28の菅田将暉君が、うん、俺だったらこのセリフでは泣けないなっていうので、うん、思いっきり涙を流してるシーンを目の前で見たんですよ、うんうん、すげえなーと思って。もちろん集中力もあるんだろうけど、なんかやっぱりこう信じる力みたいなものがビシビシくるっていうか、うん、そうなんだよね、疑ってないんだよ一番強いのは、うん、疑ってなくてシンプルに物事を捉えてて、うん、もっとシンプルなことになってんだよね、複雑化してないっていうか、うんうん、あそっか、あの時俺が見た香川さんは、あ不思議だけど今の自分の悩みをあの頃悩んでいたんだなっていう。なるほど、なるほどね、うん、でもやっぱり涙ってもっとこう抽象的なことなんだよね。そうなんですよ、抽象的な本当に。でそれで、まあ、すごい涙の話になっちゃうけど、うん、もうカメラ止めていいですよ使えない、うんうん、逆に、うん、絶
対泣かないシーンで、もう涙が止まらなくなっちゃったっていうシーンがあったんですよ。あれで、あ、よかった俺まだ役者だって思ったんですよ。そっから始めた方がいいよね、うん、脚本にない部分に涙って存在してるんだなっていうのは、それはとってもわかる、うんうん、でも、ま、一方で決めきったところで須田くんがそういうのもすごいと思う。いやすごい、うん、あれは、うん、すごいなと思いますね。続いては近年さらに活躍の場を広げて飛躍する小栗旬。この秋から情報番組で司会を務める香川照之。お互いの今の挑戦とその未来についてどんな風に感じているのか。いやでもすごいチャレンジだなと思いました。役者もしながらもう一個朝の顔っていうのもプラスするって、この人を突き動かしているそのエネルギーみたいなものは一体何なんだろうなっていつも思いますね。だけどそういう何にでも果敢にチャレンジしていく先輩がいるから、自分も新しい挑戦をしなきゃダメだなっていうふうにも思うし、どうしようこういうことやっていいのかな、どうなのかな、どっちがいいんだろうとかって思うと、やっぱり時々こう香川さんの顔が浮かんだりして、まあ先輩も全然俺より年上であんなにチャレンジしてるってことはやっぱやらなきゃいけないよなって思うっていう感じですね、うん、俳優、まあ、協会というものが映画界に存在するならばリーダーにならなきゃいけない人だから、テレビというもの、映画というものの、まあ、行く末というか存続も加味しながら、スクリーンの中、テレビの画面の中、スマホの中だけでなく、そういった活動も含めた小栗旬という人間の度量というかリーダー像、それをやられるだけのやっぱ覚悟と責任感と大きさがやっぱ持ってらっしゃる方だから、17年前に最初に出会った時、まあ、そこからもう存在感はすごかったけど、もうこれだけちゃんと王道を歩いてくるっていうのは僕はやっぱり素晴らしいことだなと今更ながら再認識したし、これからもっとやっぱ大きくなってもらいたいですよね。俳優としての深いリスペクトでつながっている2人、最後に互いの役柄を通して見るこのドラマの魅力を聞いてみた。やっぱり田所博士っていう人が一切ブレないっていうことがこの物語を推進していっている一つの力だと思うんですよね。本当におかしなことを言ってるとちょっと旗から見ると思ってしまうんだけど、でもこの人だけが信じていて、でやっぱり僕は第1話のラスト、日の島というのが沈んでいく時の田所博士の顔がやっぱりこれは絶妙なバランスだなっていうふうに思ったんですよ。沈んでいく、島が崩れていきます。自分の予測が当たったということに関するものすごい興奮で、ちょっと顔としては喜んで見えちゃうっていう、あれはすごい難しいチョイスだよな本当ならっていう、で見てる人たちにとってはそれがどういう誤解を招くのかっていうこともひっくるめるとなんだけど、多分きっと科学者とか学者っていう人はやっぱりああいう顔になっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で多分そういうことがこの先も田所博士の中では出てくると思うし、自分が言ってることが全部正解にもしもなっていったとしたら生きる場所を失うし、本当に最大の矛盾に常にこう向き合いながら、だけどそうは言ってられないっていう状況は田所視点で見ていくのはすごい面白い点なんじゃないかなと思いますね、まあ、このドラマ図らずもね、さっきいろんなことを聞いてるうちにそこに思い当たったんだけど、やはりその立場のある人、立場のない人との意見のぶつかり合いがある中で、立場がある人っていうのはやっぱり言えないの、これはもう痛いほどわかる。そして立場がない人っていうのは言えるの。でも国民はなぜ立場がある人が立場がない人が分かるであろうことを言ってくれないのかっていうことを言うわけですよ。でもそれ言えないんですよ。言えないの、現実は。言ったら破綻する。でもこのドラマはそこで天海という人間がそこを突っ込むんです。これがこのドラマのドラマ剣のところ。それは実際に言ったらこうなりますというのをドラマの中だからできるという意味では非常に現実的なドラマだと思う。未曾有の危機が迫るといった題材を使いながら、それを一国の総理という立場まで出しながら、総理は言えない、裏にいる副総裁が全部牛耳ってる、その中で環境省のエリートが本当はこうだからこうしましょうよって言って、それが世界を変えていくっていうのは実際やったらどうなるかっていうのを提示したドラマだと思う。これはドラマの中しかありえない、うん、そういう意味では非常にそこに意義がある。
そこに見出して、それをやった方がいいのかどうかを選択するのはこれを見た国民の皆さんと。ここに見どころがある。天海という人間のスタンスが実は実在しないんですよ、こういう人は。